こんにちは。メンズファッション研究家、大山俊です。今回の動画では、時計というテーマでお話をしてみたいと思っています。まあ、時計というアイテムは、正直ですね、よく使う人と全く使わない人、この2つがですね、大きく分かれるようなアイテムなのかなと思っています。僕自身もかつてはですね、時計をほとんど使っていませんでした。 正直時間はですねスマホがあれば分かってしまうので、まあ、時計はない方がかえってスマートでいいかなと思っていたんですがただですね一応仕事上でどんな時計を持つべきですかとか聞かれることが結構あったんですねその時に僕自身が時計を持っていないとですねどうしてもですね分かりやすい解説がしにくいかなと思ったので何か一つしっかりとしたものを持ちたいなと思ってちょうど5年ぐらい前にですね1本の時計を買いました、まあ、それ以来ですね僕にとっては時計と いうものはですね欠かせないアイテムになったんですが5年前に1本しっかりとした時計を買ってそしてその翌年にですねもうちょっとカジュアルに使えるような時計が欲しいなと思ってもう1本時計を新調しましたそしてここ最近もう1本ですね新たな時計を買いましたということで僕は現状ですね3本の時計で1週間を回しているわけなんですが今日はですねその3つの時計を実際に持ってきてみたんですねどれもですね全く個性が異なるものなのでそれぞれにメリットとデメリット メリットがあるんですねこれらの3つのアイテムは人によって向き不向きがあるかなと思いますので今回は僕の私物の3つの時計を使いながらこれはこういう方に向いているこれはこういう方にはあまり向かないというところをですね皆さんにお伝えしてみたいなと思っていますこれからしっかりと時計を買い揃えたい方にはですねきっと参考になる動画だと思いますので是非最後までご覧いただければなと思っていますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、まず1本目ご紹介したいのは、今こちらつけているものなんですけども、セイコーのプロスペックスというモデルの時計になります。 こちらは僕が大人になってから2本目に購入した時計なんですけども1本目の時計は機械式のもので結構本格化だったのでもうちょっと休日にカジュアルにつけられるものが欲しいなと思って購入をしたのがこちらの時計になります見ていただくと分かるかなと思うんですがちょっとですね厚みがあってごついような時計になってるんですねそんなに直径が大きいわけではないんですがこのボリューム感というところが僕は気に入っています成功、まあ、といえば国内有数の時計のブランドかなと思うんですが こちらはダイバーーズズウォッチとして結構有名ななシリーズなんですね。かなり前から存在してたモデルをローワーケースの梶原さんという方がディレクションをして現代に蘇らせたのがこのプロスペックスというモデルになるんですねこのモデルの面白いところは結構さまざまなセレクトショップとコラボレーションをしていてそのお店独自のプロスペックスが存在するところなんですね僕が持っているのはエストネーションというセレクトショップの別注モデルなんですが色がほぼブラック一色で構成されているのがすごく気に入っている点ですね デザイン自体はとてもシンプルで一切の無駄がないんですね必要なものだけが配置されていてそこに一切の無駄がなく美しいデザインだなというふうに感じていますこちらはですねダイバーズウォッチということもあって主ににでですすすねね夏に活躍することが多いんです、ね、例えば海に行ったりですとかプールに行ったりですとかあとはアウトドアをする機械ですとか結構激しく動く時にですね時計がぶつかって傷ついたりすると結構落ち込んでしまうので少しハードに使っても問題ないような時計が欲しいなと思ってこちらを 購入したんですがまさににアクティブなな場面にはぴっったりの1本かなと思っていまし、まあ、見た目はカジュアルさもあるんですけども正直ですね、まあ、これぐらいのデザインであればビジネスカジュアルの場面でも使うことができるかなと思っていますカジュアルな場面からビジネスカジュアルまで使えてなおかつ堅牢な時計というところでこのプロスペックスはすごく重宝しているアイテムかなと思っていますまあ同じような立ち位置の時計として代表的なのは例えばタイメックスだとかあとは G ショックというものがあるかなと 思いますこれらの時計もとても好きなんですがまあ、僕たち30代40代の世代が休日にする時計としてはややカジュアルかなという感じがするんですねそれよりはもう少し大人っぽくて本格的な時計としてはこの成功のプロスペックスが一番バランスがいいのかなというふうに思っています価格はだいたいですね幅があるんですが3万5000円から 5万5 0 0 0円ぐらいのレンジが多いんですね。まあ正直ですね、そんなに安くないかなと思います。ただ時計というのはトレンドにそこまで左右されるものではないので、一度買ったらですね、それなりに長く使うかなと思っています。僕もこちらの時計4年ぐらい使っていますが、全然ですね、古臭い感じもしないですし、未だに気に入っています。この後ご紹介する時計も多分これから10年以上使っていくものかなと思います。そういうものにはちょっと頑張って投資をしてもいいのかなというふうに個人的には思っています。 なかなかファッションアイテムにおいて一生ものみたいなものっていうのは存在しないかなと思うんですがその中でも時計に関しては割と付き合いが長くなるかなと思っていますので、まあ、カジュアル用の時計であってもですね5万円前後であればなんとか手が届く範囲かなと思っています是非ですね大人の男性向けのカジュアル用の時計としてセイコーのプロスペックスという名前をですね頭の片隅に置いていただきたいなと思っています ZOZO タウンでプロスペックスと検索すると様々なセレクトショップとのコラボレーションも モデルが出てきますのでぜひそちらもチェックしていただきたいなと思っていますはい続いて2つ目にご紹介したいのは今僕が着用しているアップルウォッチになりますこれはですね一番最近購入した時計になるんですけども正直ですねアップルウォッチに僕はほとんど興味がありませんでした 特に出たばっかりの頃というのはですね、これどういった場面に使うんだっていうのが全くイメージに湧きませんでしたし、あとはこのデザイン自体もですね、見たことがないものなので、やっぱりですね、違和感があったわけですね。まさか僕がですね、このアップルウォッチを買うとは思わなかったんですが、発売されてから数年経って、やっぱりですね、僕の周りでも使ってる方が徐々に増えてきたんですね。そしてこの時計というジャンルの中で、今一番話題性があって、旬なアイテムというのは間違いなく アッップルウォチと思うんですねその良さというものがちょっと半信半疑なんですが実際に使ってみないとですねリアルにわからないかなと思ったので最近僕はこちらを購入してみました。 実際に使ってみるともちろんメリットとデメリットがあったりするんですけどもメリットとしてはですね、まあ、非常に今っぽい時計なので付けてるだけで着こなしですね旬な雰囲気だとかトレンド感が出しやすい点ここはですねすごくいいかなというふうに思っています僕もですねこういったものを使ったことがなかったのでやっぱり装着するたびにちょっとしたワクワク感だとか高揚感みたいのがあるのでそういうところはですね Apple Watch のすごく良いところなのかなと思っていますあとデザイン面に関しては結構賛否両論があるんですが 非常ににバランスのいい見た目ななっっててるかなと思っていますアップルらしいシンプルで洗練されたデザインというところも魅力の一つかなと思っていますただですねここはアップルウォッチのバンドの選び方だとか文字盤の選び方次第で全然見栄えの仕上がりが変わってくるかなと思っていますそちらに関しては別で動画を用意していますので、まあ、そちらを参照にしていただきたいなと思っているんですが僕はどういうふうに使ってるかというと基本的にアップルウォッチを h を オンで使う場合とオフで使う場合があるんですがそれぞれでバンドを変えるようにしています今はですねオンで使うようなレザー製のバンドを使っているんですがこういったものであればビジネスカジュアル的な着こなしにも馴染みがしやすいのでジャケットを着る際にはですねこちらのレザーバンドを使うようにしています そしてもう一つですね、NATO ベルトというものを持っているんですね。そちらはカジュアルで使う際にバンドを変えて使うようにしています。このように Apple Watch の最大の良さというのは結構ですね、オンでもオフでも使いやすいという点なのかなと思っています。もちろんですね、お仕事の種類だとか立場によって変わってくるかなと思うんですが結構ですね、お仕事の場面で Apple Watch をつけている方は最近増えてきましたね。まあ代表的なのは IT 業界の方ですとかちょっとこう今っぽい仕事をしている方にはですね、やっぱり 仕事と時計の相性でいったらアップルウォッチが一番バランスがいいのかなと思っていますあとは、まあ、業界の中でもちょっと新しいことをやっていきたいだとか自分自身の立ち位置として先進的なことをやっていきたいという方にはですねアップルウォッチというものが割とマッチするのかなと思っています、まあ、お仕事でする際にはですね先ほど僕がお伝えしたようにレザー製のバンドを一つ用意しておくと非常に使いやすいのかなと思っていますオフに関してもこういったアップルウォッチを持っているだけでなんとなくですねあちょっと今っぽいものが好きな人なのかな とかトレンドだとかガジェットが好きな人なのかなというところがちょっと分かったりするので僕はをを持持っっっている方にはです、ね、ちょっと好感たりしますね、まあ、一般的にはまだまだアップルウォッチ持っている方はそこまで多くはないので割とこういったものを使っている人は感性が柔らかい人なのかなとか頭が柔らかい人なのかなと思ったりするので僕はです、ね、このアップルウォッチというものを実際に買ってみて少し世界観が広げられたかなと思っています。 はい、続いてラスト3点目にご紹介するのがこちらの時計ですねいわゆる機械式時計と呼ばれるジャンルなんですが 僕がですね大人になってから初めて買ったのがこちらの時計でしたまあ正直ですね決して安いものではないんですねいわゆる清水買いというものでまあ一生に1本ぐらいは持ってもいいかなというような覚悟を持って買ったのがこちらの時計なんですねちょうど5年前ですね1冊目の本を出すタイミングだったんですがその記念としてこの時計を購入しましたまあ先ほどもお伝えしたんですがやっぱりですね仕事上時計について聞かれることも多いので僕自身が所有する することで様々な時計に触れるわけですね。どうせ買うからには後悔のないものを選びたいと思ったので、本当に様々なショップに行って実際に試着をしたんですね。まあ、有名なところだとロレックスだとかオメガだとか IWC だとか。 あとはタグホイヤーだとかパネライだとかこの辺りのものは大体試着をしましたしそのお店の中でも様々なモデルがあるので比較検討したんですが、まあ、その中で僕が選んだのはこちらのジャガールクルクトというブランドもののもになります、まあ、正直ですね名前としてはそんなにメジャーではないですし時計が好きな方だとかファッションが好きな方ではないとなかなか知ってるような名前ではないかなと思うんですがそういった派手さはないんだけどもしっかりとした時計作りをしているという点で、まあ、僕はこのブランドの時計という

まあこの機械式の時計にもですね、メリットとデメリットがあったりするんですが、正直ですね、今回ご紹介する3本の中で、最も手間がかかるし、持ってるだけでお金がかかる時計なので、結構ハードルは高いかなと思っています。こういった機械式の時計というのは、車の車検と同じようにですね、数年おきにメンテナンスが必要なんですね。いわゆるオーバーホールと言われるもので、中を開けて部品を洗浄してもらうわけですが、その作業を行うだけで5万円ぐらいかかるんですよね。 本当に車検みたいなもので、このメンテナンス料というところだけでもランニングコストはかかるので、そこはデメリットの一つかなと思っています。その点ですね、こちらの成功のプロスペックスはソーラー式で充電してくれるので、4年ぐらい使ってるんですけども、全くメンテナンスしないで時間も狂うことがなかったので、めちゃくちゃ使いやすいかなと思っています。で、Apple Watch に関しては、これ毎日充電する必要があるんですね。まあ、最初はですね、2日に1遍ぐらい充電してたんですけども、それだとちょっとですね、後半充電が心配になって なってくるので結局は毎日充電してるんですねただそれもですね iPhone と同じように習慣になってしまえばそこまで大変ではないのかなと思うんですがそれにましてですねメンテナンスの面倒くささというところは感じられるかなと思っていますまあ、自動巻きの時計というのは2日間ぐらい使っていないと止まってしまうんですねですとねその度に時間と日付を合わせるという手間も生じるのでまあ、この3本の中では一番高いんだけど一番手間がかかって面倒くさい時計ではあるのかなと思っています まあそしてなんといっても高いですよね。 もうね、正直僕の今まで買ったファッションアイテムの中で一番高かったです。だから最初つけるときにはですね、めちゃくちゃ気をつけましたね。なんかぶつけないかだとか傷をつけないかどうかって心配だったりするので、そういった点でもですね、結構手間のかかる時計なのかなと思っています。一方でメリットが全くないかというと、そんなことはなくて、やっぱりですね、ある程度金額をかけて一生懸命選んだものなので、まあ、つけるたびにですね、気持ちが高まるというのは5年経った今でもですね、実感する ところではあるかなと思っていますこれをすることで音楽の切り替えがパチッとできますし自分に自信を持つこともできるんですねそういった気持ち的な面で言うとこのような機械式時計にはですねやっぱり大きなメリットがあるのかなと思っていますおそらく5年経ってもまだ満足感っていうのが保たれているのでこれから数年経ってもですねこのワクワク感だとか高揚感っていうのは一定続いていくのかなというふうには思っています まあこういった機械式時計っていうのは僕たち30代40代の世代っていうのは かなりギリギリのラインだと思ってるんですね。僕は今30代後半ですけど、僕らの世代だと、まあ、こういった時計にですね、お金を投資することだとか、魅力を感じるっていうことは、そこまでない世代なのかなと思っています。僕らよりももうちょっと上の40代中頃から上の世代の方にはですね、こういった時計の価値観っていうのは十分に伝わるのかなと思うんですが、まあ、ちょうどギリギリの世代だと思ってるんですね。ですので、こういった機械式時計を持つべき方というのは、30代 後半から40代以降の方でお仕事の上でも結構名上の方と接することが多い方はですね機械式時計を持っておくのも一ついいのかなと思っていますそれがですね周りに若い方ばっかりですとか IT 業界の方ばかりで機械式時計というものにほとんど魅力を感じていない方ばっかりだとあまりこういうものを持っているメリットというものは享受できないかなと思っていますまあ実際に僕が普段スタイリングをしている経営者の方々の時計というのは結構最近変化をしていて機械式時計を持っている 方が以前はですね圧倒的に多かったんですがここ最近はアップルウォッチ率がですねどんどん増えてきてるんですね、まあ、中にはですね両方持っているんだけども徐々にアップルウォッチに切り替えている方も出てきているんですねまあそういった意味で周囲の環境だとか職種によってこの機械式時計が合う合わないはあるかなと思うんですが、まあ、職種でいうと金融系だとかあとは保険だとかコンサルタントだとかあと銀行員だとか こういったちょっと固めの仕事だとか、格式が高く見えた方がいいような職種に関してはですね、機械式時計というものを持っておくと良いのかなと思っています。まあ、この機械式時計というのはたくさんのブランドがあるんですが、わ、まあ、かりやすいところで言うと、ロレックスだとか、オメガだとか、このあたりだったら一般的にも気づいてもらいやすいので、買った上でのですね、満足感は高めやすいかなと思っています。ただ、こういったものだとちょっとギラついて見えて嫌だなという方は、おすすめは断然ですね、国産のグランド グランドセイコーですねこちらは品が良くて非常に品質の良い時計をですね作っているのでそこまでブランドネームが前に出ない時計であったらグランド成功が圧倒的におすすめなのかなと思っていますはいということで今回の動画では僕が所有している3つの時計を実際にご紹介しながらですねそれぞれのメリットとデメリットをご紹介させていただきましたこの中で人によってどれがハマるのかは全く違ってくるのかなと思っていますああくまででで普段使使いいいなししののアクセントとして使いたいのであれば やっぱりおすすめはこちらのですね、西郷のプロスペックスというモデルですね。かなり頑丈にできているので、その点も安心ですし、ファッションウォッチとしても使い勝手がいいのかなと思っています。一方で、オンオフ問わずに使いたいですとか、ちょっとトレンド感だとか、今っぽい感情を出したいなという方には、断然アップルウォッチがおすすめかなと思っています。今日おすすめする3つの中では、僕はですね、今の時代にはすごく合っていて、使いやすい時計なのかなというふうに感じています。バンドを変えるだけで全然個性が変えられるところも良いのかなと思います。 といいう,うに思っていますそして今僕がしている機械式時計というのはあまり一般的ではないかなと思いますしこれから時代が進むにつれてこういった時計の価値というのは多分今以上にですねだんだん薄れてくるような気はしています。 だからこそその逆張りで、ちゃんと時計にもですね、長く使えるような上質なものを持つということにも一定の価値はあると思いますし、僕自身は実際に所有をしてみて非常に良かったと思っているので、まあこういった機械式時計を2本3本欲しいとは全く思わないんですが、1本持っておくというのもですね、非常に良い,い体験なのかなというふうには思っています。皆さんもこれから新しい時計を買う際には、今回の動画を参考にしていただければなと思っています。 以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。